はいどうも、メイドスコアです。本日10月5日というところなんですけども、まあ、公式から発表がありまして、今年もね、ドラフトあるんですけども、この時期というところで、出会いの季節でもあり、本日戦力外通告がちょっと発表されましたので、別れの季節でもあるというところで、ちょっと寂しい思いもね、DeNA ファンの皆様、してるかなというふうには思うんですけども、今日戦力外通告を発表された、10名の皆様に、ちょっとこの動画を通じて、感謝の言葉をね、述べていきたいなというふうには思いますので、ちょっとね、動画編集等ね、今、諸事情により時間も時間ですので、私が本当にただ、お話しするだけの動画になってしまうんですけども、よければね、皆様見ていただいて、コメント等も、思い出などのコメント等もね、していただければなというふうには思いますので、ちょっと毎年恒例という形になってるんですけども、どうぞよろしくお願いいたします。まあ今日まずね、10名の選手がちょっと戦力外通告になったというところで、順番にね、紹介していきたいなというふうには思います。斉藤選手、勝俣選手、飯塚選手、新野選手、風張選手、笠井選手、コルデロ選手、中井選手、音坂選手の、合計10名が、戦力外通告という形に、なってしまいました。9名ですね、ということで、1人目のちょっと斉藤選手から順番に、お話ししていきたいなというふうには思います。まあ斉藤選手ね、なんといっても一番はやっぱトーク力というかね、ひょっこり班で笑いを取ったりとかね、ファン感謝祭の時に大活躍したりという形で、非常に面白いね、絵画宣言を含めて、面白いムードメーカーな、キャラクターというかね、選手だなっていう非常にいい活躍、印象があります。そのね、面白いだけではなくてね、本当に実力も、伴っている選手かなというふうには思っていて、あれ2018年、2019年かな、オープラーという形でね、ラミレス監督から先発任されて、名古屋ドームでね、そこからね、かなりいいピッチングして5回無失点という形で、だったりとかね、すごいやっぱ中継ぎになりてもね、いい活躍したいっていうところで、いい印象はすごいやっぱね、投げればいい印象は残ってるんですけども、なんて言ってもね、肘を手術してね、腕がなっちゃうとかね、やっぱ手術がやっぱ多すぎましたよね。今もね、もう手術、してるっていう段階で、育成契約のオファーあるんかなっていうふうには思ってたんですけども、やっぱそれもなさそうで、まあ、スーツで、練習参加するとかいう感じの記事もありましたけども、やっぱり怪我ですよね。怪我さえなければ、やっぱり一軍でも全然7月りで、60試合ぐらい、良ければ勝ち系統もね、任せれるピッチャーかなというふうには個人的には思ってたので、なんといってもやっぱ怪我に泣かされた、まあ、プロ野球選手ね、そういう形非常に多いんですけども、本当にこの斉藤選手という選手はね、怪我に泣かされた、選手のね、本当に一人かなというふうにはね、個人的には思ってますので、非常に本当に残念というか、もったいない、選手だったかなというふうには思います。これからもぜひね、頑張ってください。二人目のちょっと勝俣選手は、育成で再契約というところで記事が出てましたので、まあ、省略させてここはね、省かしてもらいますので、しっかりとまたね、育成からね、二軍の今成績はいいですので、全然這い上がってくれるぐらいのね、活躍ができるかなと思いますので、しっかりとまだね、這い上がってほしい選手かなというふうには思いますし、この勝俣選手のね、斉藤選手のね、非常にファン感謝祭での、まあ、コラボというかね、ウクレレの演奏等が非常に、印象に残っているので、まだ見たいなっていうのもありますので、本当に、這い上がってきてほしいです。3人目は、まあ、飯塚選手っていうところで、まあ、今年ね、手術っていう感じになってしまって、まあ、非常にね、やっぱフェニックスリーグの活躍というものが非常に良かったですので、甲子園中継ぎでブレイクするんじゃないかなって思ってたんですけども、まあ、うまいことね、二軍の成績も振るわずっていうところで、まあ、去年ね、先発というものもね、諦めましたし、甲子園も中継ぎというところで良くないっていう感じで、まあ、戦力外通告っていうところになってしまいました。まあ、最近はね、本当に去年のね、二軍成績っていうのもちょっと言ったら悪いですけど、とんでもないぐらいの成績でしたし、去年、今年はね、本当に全く一軍戦力にはなることっていうのはできなかったんですけども、やっぱり初登板での新潟でのピッチング、あそこでね、勝つことができれば、飯塚選手の人生というかね、野球の進展というものもね、変わっていたのかもしれないですので、本当に試合っていうものが、勝つことができていれば、大きな大きなターニングポイントになっていたかもしれないなっていうふうには思います。
いますので、この飯塚選手もね、もったいないという方も出ようかなと思うんですけども、一軍でね、バリバリ投げる、あとはあの、フォークですよね。殿下、天下ね、一品というか、あの、フォークがやっぱあったので、非常にやっぱ一軍戦力にすることができなかったっていうのはもったいなかったですし、もっと見たかった、選手の一人かなっていうふうには思いますので、ぜひね、これからもね、頑張っていていただきたいなっていうふうには思います。続きまして、進藤選手ですね。まあ、進藤選手はね、まあ、今年もね、2、3試合になりたかなというふうには思うんですけども、やっぱりあの、一軍上がってきてから一人相撲ですよね。ピッチャー変わってからね、連続押し出しとかね、デッドボールっていう感じもありましたし、広島戦でしたからね、やっぱそこも印象に残ってますし、どちらかというとね、進藤選手のね、いいピッチングもあったんですけども、やっぱ人ってね、悪いところの、ピッチングという方がね、目につくかなというふうには思いますので、やっぱコントロールでね、押し出しファーボールとかね、それから違うパ乗ってしまうとね、どうしても評価というものも下がっていきますし、2軍の成績というものはね、もう毎年毎年いいんですけども、やっぱ1軍で、結果が残せなかった、そこに尽きるかなというふうには思いますので、ちょっとね、本当進藤選手ね、いい工事に巡り合っていたりとかね、魔改造されていればね、1軍でしっかりと投げるピッチャーになっていたかなっていうふうには思いますので、そこは本当に何とも言えないところなんですけども、ぜひこれからもね、頑張っていていただきたいかなというふうには思ってます。はい、続きましてね、カザハリ選手なんですけども、まあ、ヤクルト戦力外になって、本当にね、来てくれたっていうのがね、非常にやっぱ嬉しかったです。まあ、誤算というかね、まあ、去年はね、ヤクルト2軍というところでね、球場も流暢ですので、155キロ出たりというところで、まあ、パワーピッチャーね、DeNA 好きだし、武藤選手のようにね、なってくれるかなと思いも込めて、加速度をしたかなというふうには思うんですけども、やっぱ1軍で数試合になりましたけどもね、やっぱ球威もなくて、スピードも出なかったという感じで、戦場外通告という感じになってしまいました。本当にね、もう1年だけというところでね、その深い思い出というものはないかなというふうには思いますけども、しっかりとする試合ね、1軍で投げてくれてね、確かメントス獲得選手もね、1回ね、うまいこと、紹介してくれたかなというふうには思いますので、ぜひね、これからね、どういう道をね、選択するかわかんないですし、1年だけの雇用というふうにやってしまったので、DeNAがね、ポストをね、上位するかというところも含めてわからないところもありますけども、ぜひね、これからもね、頑張っていっていただきたいなっていうふうには思いますので、頑張っていってください。はい、続きましてね、葛西選手なんですけども、まあ、葛西選手ね、本当にもうパワーピッチャーというかね、ストレートの球速速いですし、いいストレートなりたいとかね、カットも良かったんですけども、やっぱり本当に一軍の戦力になれなかった、ここはもったいなかったなっていうふうには思います。まあ、育成からね、うまいこと這い上がってきて一軍登録されてね、トントン拍子でね、一軍の、ビッグティーリリーフね、任されるのかなと思ってたんですけども、まあ、近年はね、ちょっと一軍に上がることすらあまりできないっていう現状でしたし、まあ、今年はね、開幕一軍というものも盛り取ったんですけども、もうちょっとね、ピッチングっていうものがありましたし、かなり印象悪いっていう中で、ちょっとアピールすることができなかったかなというふうには思います。まあ、私の葛西選手のね、一番の思い出は、まあ、2019年かな、まあ、広島戦というところでね、これもね、斉藤選手と同じような、オープナーという感じになったかなという思うんですけども、そこで見事のピッチングをしましたので、あれがね、すごいクライマックス前にね、非常に印象に、私の中では残ってます。まあ、ちょっと間違っていてはごめんなさい。これからもぜひね、頑張っていってください。はい、続きまして、コルデロ選手なんですけどもね、コルデロ選手ね、知らないっていう方も多いかなというふうには思うんですけども、まあ、育成の選手で、まあ、2軍からね、育成選手ですので、もちろん1軍の試合に登板するということはなかったんですけども、非常にね、やっぱりいいカーブを投げたりとかね、育成選手からね、モイロ選手のようなね、選手になれるかなというふうに個人的には思ってたんですけども、やっぱなかなかこの3年という中で結果でやっぱ残すことっていうのはやっぱできませんでしたよね。非常にやっぱファーボールが多かったりとか、コントロールがまとまらないところもあって、やっぱ中継ぎでね、いい日はね、3者連続三振ぐらい奪ったりだったんですけども、もう悪い日はもうとことんファーボールっていう感じの選手でしたので、本当に投げてみたいとわからないっていう選手で、ものにできればね、本当に先ほど申した通り、モイロ選手になれたピッチャーかなというふうには思うんですけども、ちょっと物にできなかったというのはね、お互い残念な、ポイントだったかなというふうには思うんですけども、ぜひこれからも頑張っていただきたいなというふうには思ってます。
まあ、次野手の2人なんですけども、まあ中井選手はですね、もうちょっと本当に残念ですね、一番ちょっとショックかなというふうには思ってて、まあ巨人戦力外に、ね、なってから、DeNA に来てもらったんですけども、そこからね本当に非常にいい活躍してくれました。まあセカンドサーズね、ファーストの外野のユーティリからね、ロペスが浮上の時はね、ファーストスタメンに出たりとかね、セカンドスタメンに出たりとかね、右の代打で活躍したりっていう感じで、非常にいい活躍はしてたんですけども、まあ今年も怪我もあったりだっていうところの中で、一軍であまり活躍することができませんでしたし、なんといってもね、牧選手の加入、牧選手と田中選手、選手の加入というところもあって、ちょっと一軍のね、桜はね、はみ出てしまったっていうところで、一軍でもあまり活躍することができませんでしたので、ちょっとね、中井選手といえばね、いい活躍はずっとしてたんですけども、まあどちらかというとファンのね、ヘイトを貯める枠やったかなというふうには思うんですけども、私は本当にね、DeNA に来てくれてね、いろいろ本当に助けられた、選手の一人かなというふうには思いますので、ぜひね、まあどういう道をね、海選手が選択するかわからないんですけども、もし引退するというところになれば、ぜひね、DeNA のね、何かしらの、ポストをね、与えていってあげてほしいなっていうふうには思いますので、ぜひこれからも頑張っていってください。最後にね、元塚選手なんですけども、まあ今年ね、まあ事件というかね、問題を起こしたっていうところで、まあ成績もね、それも兼ねて戦力外になってしまったかなっていうふうには思うんですけども、私は本当にね、元塚選手のね、ガッツというかね、大好きなちょっと選手でした。まあ問題起こったっていうのはね、ちょっと残念なところもあったんですけども、なんといってもね、2019年の、阪神とのクライマックス、ハマスタレのサヨナラホームラン、いやあ、あれは本当に忘れられないですよね。本当に全 DeNA ファンにね、感動を与えた、ホームランやったかなっていうふうには思いますし、去年まではね、代打の切り札的な役割でね、バリバリね、やっぱ出ていたっていう感じの選手ですので、非常にね、やっぱ活躍というかね、脳裏にね、残ったホームランというものはね、ずっと忘れないところがありますので、本当にイフロムランをね、本当に活躍をしてくれた、選手だったかなっていうふうには思うんですけども、ぜひね、どういう形を取っていくのかっていうのはわからないですけども、これからもぜひ頑張っていってください。よろしくお願いします。はい、ね、こんな感じ、早口で簡単にね、喋ってるだけの動画でしたけども、皆さんね、どういう印象をね、持たれてるかっていうのはね、ちょっと思い出等のコメント等を、コメントしていただければ嬉しいかなというふうには思いますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。はい、簡単なんですけどね、こんな感じで終わっていきたいなというふうには思います。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。いつもね、こんな感じで撮っておりますので、また見てください。それではね、お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。授かりしその力で描いた景色は横浜で輝く己の勇姿かっ飛ばせなかい。おー、横浜の誇り胸に抱いた道を切り開けに行こう。音さかっとも音さかっとも走れ飛ばせ音さかっとも。